あ宗教のやつらっていうのはもともと嫌われてた性格、うん、いろんな理由あるやろ、それはね。生まれながらにあのいやらしい性格のやつなんかおらんし、なんかの不幸があって、で、それに対する反応性が嫌われる類型を形成し、それを構成してきてたわけやろな。で、まあまあ、いわゆるいじめられっ子みたいな類型になっとったわけちゃん。それが集まったんやろ、漏れたんやろ。で、そこで、ディフォルメっていうか、その、嫌われる特徴をさらに増強、増長、とかね、倍、さらに倍みたいな。その表現より、とにかく、さらにそれを強化してしまったんちゃん。ディフォルメって言うべきやろ、でも、集団で。まあ、いじめられっ子の互助団体が、自分らがいじめられてた原因である、その、嫌われやすい表現を、さらに強化してたんちゃう。